沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV レディオ。はい、今回も始まりました第20回目のマトバ TV です。マトバ TV とは、まっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を YouTube とラジオを通して応援していこうという素晴らしい番組です。メインパーソナリティの佐久本健太郎です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントの石目です。はい、石目さん、今日もよろしくお願いします。石目さん、はいはい、そろそろ沖縄もなんか寒くなってきましたね。そうですよね。僕も今日から長袖でます。長袖ね。はい。で、まあ寒さといえばあれですよ、乾燥の季節ですよね。そうですね。冬といえば僕結構なるんですよ、布団巻きで。何になるって？あれ、乾燥してるから。何になるんですか、乾燥してたら。布団巻き。布団巻き、はい、これ布団巻きって実は沖縄のあれらしいですよ、方言というか。沖縄でしかないみたいですよ。いやいや、全部居室じゃないの。あの唇がなんかこうカサカサしてふくって腫れちゃうやつですね、うんうん、痛いやつ。あ、そうなの。そう、あれは全国規模じゃなくて沖縄の方言。え、じゃあ標準語でなんていうの。標準語、え、なんて言うんだろう、わかんない。え、あそこもわかんないから、俺標準語だと思った。うん、だからむしろあれなんですよ、うん、え、布団巻き、え、知らないの。いや、布団巻きってこうなんて、むしろ俺らがセンセーショナルなんですよ。へえ。それをもう、あの、伝え広めていきましょう。あ、そうなんだ。そうだね。そうそうそう。あ、ごめん、本当に知らんかった。僕も知らんかった。じゃあ、ちょっとね、また次までに布団巻きって、じゃあ、正式名称なんていうのかって、ちょっと調べておきます。そうだね、宿題だね。宿題で。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。では、この番組の提供は、沖縄の人材派遣なら株式会社エネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送り出します。はい、石目さん、今回も始まりました、はい、マトバ TV、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと20回目来ました。やっと20回目来ました ね。で、今日もですね、素敵なゲストさんが来ております。で、今回のゲストさんはなんと、あの、布団巻きの次郎の次郎さんにお越しいただきました。ふっとん巻き巻き、ふっとん巻き巻き、本当に洗える敷布団。はじめまして、ふとん巻きの次郎と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おお、すごい。あの、ふとん巻きの次郎の次郎さんに来てもらいましたよ、はい、ついに。はい、やってまいりました。お呼び立ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、僕本当に来てほしくて、はい、あの、いきなり最初にね、ふとん巻きの次郎さん昔電話して、はい、あの、僕らこういうものですと、はい、お願いしますと。で、あの、直接、あの、オファーさせていただきまして、はい、そうですね、うちのクルーからも懇願のメッセージいただいたということで、はい、出張中だったんですけど、突然電話をいただいてですね、はい、はい、あの、ぜひにということで、はい、いただきました。よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございます。あの、布団巻きの次郎といえばですよ、はい、沖縄県内も今ね、各店舗もたくさん増えてきて、なんか道を通るたびに、ね、あ、こっちもできたんだ、あっちもできたんだっていう。そうです、今も本当にですね、うん、たくさんお店作ってまして、現在、あの、沖縄県で13店舗作ってまして、はい、実は年内どんどん建設ラッシュでですね、はいはい、沖縄県だけで19店舗、19店舗、あとはですね、埼玉県と栃木県にもあと追加で2店舗、うん、同時に年内にオープンさせる予定で計画していますね。埼玉、栃木にもついに進出。そうですね、やっぱりこう沖縄でやっぱりこう起業してちょうど2年半ぐらい経つんですけれども、はい、うん、やっぱりこのモデルをですね、あの、全国でも証明したいと、はい、沖縄の企業で実はあの全国展開をしっかり果たして知名度を持っている会社ってなかなかないんですよね、うん、実は。あの、沖縄県では例えば三栄さんとか、はい、非常に素晴らしい会社なんですけれども、はい、実は僕も東京出身なんですが、うん、三栄って言ってもほとんどわからないんですよね。あ、そうですよね、はい、うん、やっぱりローカル的なスーパーですかね。そうですね。で、沖縄県やっぱり今、あの、インバウンドの観光事業ってすごく調子がいいと思うんですけれども、はい、今度僕がやっていきたいのは沖縄県初で全国的に通用するんだという会社を作っていきたい、はい、このアウトバウンド企業として、一つのですね、モデルを作っていきたいなという思いで今頑張らせていただいてますね。わー、すごい、はい、もうますます勢力拡大とその加速度がすごいですよね。 そうですね、おかげさまでですね、あの、最初来た時は本当に知り合いも誰もいなかったんですけれども、はい、まあ、一生懸命接客しているとですね、あの、協力していただいているクルーの方ですとか、はい、工事チーム、チームジローと呼んでるんですけれども、うん、本当に今こうやって お話しさせていただいている中でもですね、5店舗ぐらい並行して工事が行われ
われてたりですとか、店舗、そうですね、すごい、あの県内外問わずにですね。ちなみに、はい、今年中では何店舗に今年中で、今だから、あとですね、あと8店舗今年中に作る予定なんですよね。じゃあ27店舗になるんですか、合計。あ、違います、合計で今13店舗オープンしてますので、 あ、はいはい、あと8店舗で合計21店舗まで拡大する予定でございますね。はい、本当に工事に限らずですね、例えばマーケティングの部分ですとか、あとは今お布団洗い、この敷布団が洗えるコインランドリーってことで展開させていただいてるんですけれども、はい、お布団って皆さんの常識の中でやっぱ干すものだと思われてると思うんですね、はいはい、そうですね。あるいはそのお布団は、まあ、今掃除機クリーナーダイソンさんレイコップさんあると思うんですけど、はい、まあ、掃除機ですとか、はいはいはい、ただ直感的に考えてみて、布団って洗えるって分かったらですね、はい、絶対洗った方がいいですと思いませんか。そうなんですけれども、はい、そこまで大きいランドリーがない、そうですね、あの洗濯物が入らないとか、ね、はいはい、あると思うんですけれども、そこをですね、今本当に最新の大型洗濯乾燥機を全店に投入してまして、はい、さらにですね、やっぱりこの布団が洗う方が、いいんだよと、はい、干すよりも、あるいは掃除機で吸うよりも洗った方が絶対にいいんだっていうことを証明するためにですね、実は今、沖縄県の琉球大学初のベンチャー企業のグランセルさんという会社があるんですけれども、はい、一緒に提携してですね、お布団洗いの医療効果の検証効果を、研究してまして、はい、実はですね、今月、11月14日にですね、県庁記者クラブで記者発表する予定で考えてます。こういったあの確かなエビデンスを通じながら、布団洗いって本当に健康にもいいんだよと、睡眠環境の改善にもなるんだよということを、会社全体でですね、アピールしていきたいなと考えてますね、はい、すごい。他のちなみに処理に住んでるんですけど、はい、はい、次郎さんが出た時に最初何の会社なのかなと。そうですね、そうなんです、あの布団巻きの二郎っていまだにですね、あの巻き寿司屋さんですかとか、ぽいぽいぽい、スイーツ屋さんですかとか、ロールケーキ屋さんですかとか、うん、いろんなこと言われるんですけれども、はい、やっぱりこれも一つ戦略でですね、まずこの一つネーミング、うん、この布団を巻いて洗うっていう特殊な技術を、持ってるんですけれども、うん、布団巻きという言葉、これは実は先ほどですね、お二人お話されていたように、はい、沖縄ならではのこの布団巻きという言葉、方言からもかけて作ったネーミング、うん、あとは、布団巻きの二郎、なんだなんだって思いますよね、何屋さんか全く思います、ね、これが大事だと思ってるんですよ、はい、新しいことを、人間ってこう恐ろしいほど新しいことに対して知ってても行動するって躊躇すると思うんですよ、うん、その時のマーケティングって最初にやっぱりなんだろうと、なぜなぜ布団巻きということ、ここから入って、うんうん、我々の活動を少しずつご理解いただくっていうところが、まあ、布団洗い浸透させるための一つのアプローチかなという考え方でやらせていただいてますね。はい、確かに何だろうってなりましたよね。布団巻きってこの唇のあの布団巻き、そうなんです、実はかけてましてですね、うんうんうん、先ほどおっしゃっていたように、うちなんちの方って布団巻きっていうことが方言であるってことを実は知らないんですよね、うんうん、それが僕とっても面白いなと思って全国展開やっぱり今どんどん進めているんですけれども、その時にですね、実はこれ沖縄県で生まれた会社なんだよっていうことで、うん、応援されるような企業でありたいなっていうようなメッセージも込めて、はい、布団巻きの次郎とさせていただいてますね、はい、すごい、その沖縄の方言をなんかその使ってもらって、はい、でなんかよりみんな知ってもらって、なんか愛されるっていう感じがすごい温かくて、すごいいいなと思いました。そうですね、やっぱりうちなんちの方とこう内地の方っていまだにですね、はい、隔たりというか距離感があったりとかするところあると思うんですけれども、うん、僕の場合本当にまあ2年半東京から来て沖縄の皆さんに本当に助けられたっていうところがあるので、はい、まあ、企業体としてもですね、一緒にこう頑張っていけるんだっていうことを、うん、示していければ嬉しいなと思ってますね、個人的に、はい、それなんかすごい僕らも嬉しいですね、沖縄県民で、ね、ありがとうございます。地元で仕事させていただいている身としては、そうですね、はい、やっぱり全国に行くときにですね、沖縄県ですって言うだけで結構驚かれるんですよね、うん、あのちゃんとか、うん、そういう甲子園とかのイメージしかない中で、会社で沖縄県の会社来たんだってよく言われるんでですね、はいはいはい、沖縄って得だなって思いました、すごく。あ、そういう意味では、そういう意味で、はい、そうなんです、そうなんです。で今日ですね、まあ、中間局をはい、用意させていただきまして、で太巻きの二郎さんが来てくださるということだったので、はい、まあ、布団にまつわるちょっと曲をね YouTube で探してきて、それを素晴らしいですね、太巻きの歌ではなくて太巻きの歌二郎さん、もし歌っていただけるので歌っていただこうかなと思ったんですけど、はい、
ちょっと今日はあそうアドリブだったんですいません。よろしいですか。はい、じゃあ内首獄門同好会、布団の中から出たくない、どうぞ。マトバ TV レディオ、マトバ TV ラジオ後半も始まっております。今回のゲストさんは布団巻きの次郎の次郎さんに来ていただきました。はい、後半もよろしくお願いします。はい、次郎さん、ちょっとあの質問というか、はい、僕らが、はい、あのこういったことを聞きたいなって思って、はい、あの質問を用意させていただいたんですけど、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあぶっちゃけっていう感じなんですけど、はい、そのコインランドリーって、はい、あのその業種 の、はい、あのまあ、種類というかその形上いろんな方がやっぱり出入りされるじゃないですか、はい、そうですね、いろんな方が、うん、そうですね、機械、同じ機械触りますからね、はい、でその機械 の、はい、まあ、その衛生面ってどういう管理されてるのか、まあ、そういう衛生面で大丈夫なのかなと思って。ここはですね、はい、実はあのすっごく一番うちの中で気を使ってる分野でもありまして、はい、コインランドリーってそもそもやっぱりイメージがあんまり良くないんですよね。 3K って言われてまして、はい、暗くて汚くて怖い、最悪じゃないですか。はい、例えば飲食店で、うんうん、暗くて汚くて怖いって普通潰れるじゃないですか。入りたくないですね。ただコインランドリーはですねビジネスモデルが結構特殊でですね、うん、これでもやっていけるって業態でもあるから、はい、まあ全国でですね今2万件あると言われてるんですけれども、はい、やっぱりですねメンテナンスしなくても商売成り立ってしまうという特性があるので、はい、やっぱりそういうイメージが、はい、浸透されてしまっていると、はい、でうちはですねやっぱりこの敷布団洗いってものを入らせたいと、うん、やっぱりきれいにしていたねしに来てもらってるわけですから、うん、店内の清掃っていうのは今次郎ママクルーっていう、はい、方々にお手伝いいただいているんですけれども、はい、この方々はかなりですねマニュアル項目細かくですね、うん、都度こうドラムの匂いチェックですとか、はい、匂いがあった時にその消す方法とかも、はい、いくつかのパターンを用意してますので、はい、店内に入ってきていただいた方が本当に安心して、はい、いつでもこう綺麗に利用できるんだなっていう環境は、はい、24時間全てとは言いませんけれども可能な限り頑張らせていただいているっていうところがこだわりの一つのポイントですね。はい、あ、そうなんですね。匂いチェックってすごいですね。はい、そうなんです。やっぱりですね、はい、中にはやっぱりこう衣類ですので、うん、やっぱりこう匂いがついてしまうケースっていうのはどうしても例えば洗濯をする分には洗浄されるかいいんですけれども、はい、特に乾燥機だけ使いに来る方っていうのは意外と匂い残る方もいるんですよね。はいはいはい、で当然次の方っていうのはすごくやっぱり嫌な思いされるのでここはだいぶですね気を使ってやってますね。はい、あの僕と石峰さんが、はい、前回次郎さんの太田牧次郎さんの店舗の方に石峰店、石峰店、はい、石峰オーナー、あと与那原店、与那原店、ああありがとうございます、はい、ちょっとあの行ってあのどういうところなんだろうって言って見させてもらったんですけど、はい、店内カフェみたい。あ、ありがとうございます。すっごい綺麗で、やっぱりお客さんにとってですね、うん、快適で、あの何かちょっと行きたくなるなとか、あるいはあの主婦の方とかっていうのは家庭でとても忙しい方が多いので、はい、ちょっとこう一息つきたいなとか、私だけのこうお気に入りスポットみたいな、はい、そういう立場、はい、存在でお店作りをしていきたいなって思いがありますので、はい、すごいなんかあれですね、与那原店のフリー Wi-Fi とかあって、あ、そうですね、すごかった。実はですね今ですねどんどん新店舗はフリー Wi-Fi つけてですとか、はい、あとはおトイレもですね、与那原店トイレ行かれました？あ、行ってないですか？あ、利用させてもらいました。あ、そうですか。あ、トイレあると思って、はい、はい、本当にですね、ホテルのトイレみたいなイメージで内装も仕上げてですね、綺麗でした、綺麗でした、はい、まあ、本当に今ゼロ店舗フランチャイズモデルでやってるんですけど、はいはい、要はオーナーさんがいらっしゃるということなんですが、はいはい、まあ、オーナーさんの中でもかなり意識の高い人が増えてきましてですね、どん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 いいものを作っていこうと、まあ、当然お金はかかるんですけれども、はい、お客さんのために一番ね、一番素晴らしい場所を作ろうって思いで、はい、店舗作りさせていただいてますね。あ、すごい。あのこの次郎さんの、はい、あの布団巻きの次郎さんのなんですけど、うん、あのやっぱコインランドリーって先ほどおっしゃったように 3K でまあちょっと暗いっていうイメージもあるんですけど、はいはい、その時って、まあ、例えばその盗難がちょっと心配だなって思うじゃないですか、はいはい、そういった面とかっていうのも、うん、ですね、実際の盗難に関してはですね、うん、今までゼロとはなかったんですけれども、うん、あの綺麗にしてると意外と衛生面とか、はいはい、あとはセキュリティ面含めてそんなに大きなトラブルって逆に起こらないんですよね。実際に店舗自体が外から結構中が見れるような形になってますからね。とはまあカメラで監視もしてますし、例えばそのホテルとかでね、汚いホテルだったらまあちょっと汚く使おうとかってあるじゃないですか。ああ、なんかそういう気持ちいい、ね、そうなんです。例えばあの星付きのですね、本当に一流のホテルだったら俺この格好で来ちゃまずいなとかありませんかね。あります、あります。あれがコインランドリー全く同じことが結構言えましてですね、はい、うちの場合は本当になんか綺麗にすればするほどお客様の方のマナーも本当に良くなっていくってところが不思議と、はい、皆さんに助けられてありますね。うん、はい、
確かにね、店内もあの店内というかもう壁があまりなくてこのガラス張りですごい明るくて、ね、うん、本当になんかみんなが見えやすいっていう、女性の方がね本当にあの夜でも一人でも来れるような、うん、環境にしたいなというところで、はいはい、ガラス張りで本当に明るい店舗っていうのを作ってますね、はい。ちなみになんですけど、この二郎さん、マットマキの二郎さんの、はい、まあ、1日の利用人数って大体どのぐらいになるんですか、ね、大体ですね、1店舗あたり、はい、機械単位でいくと、100回転ぐらいしますので、うんうん、お客様単位でいくとやっぱり家族連れの方とか、はい、いらっしゃるので、そのまあ2倍とか200人とか、多い時でも300人、はい、300人特にですね、あのこの前のですね台風の時とかっていうのは、はいはい、実はほとんどの沖縄の店舗って閉まってたんですよね。あの唯一しぶとくというか、はい、あの根強く開くのがユニオンさんと言われてるんですけど確かにそのユニオンさんでも結構閉まってたところですね、はい、太巻二郎は全店ずっとオープンさせ続けたんですよ。これ実は大変喜ばれまして、はい、当然その安全面どうかっていう話あるんですけれども、はい、それ以上に例えば電気止まったりとか、はい、水道止まったエリアたくさんありましたので、はい、本当になんかありがとうっていう声たくさんいただいてですね、まあ、非常にこのコインランドリーっていう枠ではなくてですね、本当に社会的なインフラとしてあるべきだなっていうところを感じてますね、はい、その時はもう本当に来店数が、多いところではもう1日1000人とか、わー1000人、はい、もう本当にすごい、そうなんです、それぐらい、水が止まったエリアとか電気止まったエリアっていうのはもう洗濯物やっぱり一番必須だったりもしますので、うん、はい、その台風の時は、はい、あの太巻の二郎さんは、はい、もうほとんど全店大丈夫だったんですか？で一部ですねちょっと停電が数時間起こった店舗あったんですけれども、ほぼほぼ稼働でいうともう8割以上は稼働し続けてました、ね、もう全店ずっと回ってたんですけれども、はい、はい、生命の危機を感じながら驚いてまいりましたね。確かにあれってなかったですからね、はい、そうですね、でかかったですね。でもおかげさまでの怪我人も、はい、いなくてですね、まあ、店舗は看板飛んだりとかいろいろあったんですけれども、はい、お客様には喜んでいただけたんじゃないかなと思ってますね。もうそうです、もうユニオンさんに並ぶ沖縄の、そうですね、今はですねもう本当事情なんですがユニオンかジローかジローかユニオンかになるんじゃないかなと台風の救世主としてですね、頑張っていきたいと思ってますね。すごい、はい、すごい、もう1日前にいても、まあ、僕もなんかやっぱりね梅雨の時期とかいろいろその台風の時期とか、うん、やっぱりあのもうジメッとした時も乾燥機とかも本当にコインランドリーも利用する機会も本当に、はい、今年はやっぱ特に多かったなって感じますね。あ、そうですね、沖縄はやっぱり湿気が多くてですね、はい、特にですねでもあの喘息の持ちの方が多いって言われるんですよ。布団が湿気が多いとこう芯が不潔になりがちだっていうところで、うん、まあ、内科の先生に聞いてもですね、はい、沖縄はまあ県外内地に比べてもこう喘息率は高いということで、より僕らとしては、例えば内科医の先生とか呼吸科医の先生って喘息のお子さんを診療するじゃないですか、はいはい、でそうするとお薬には処方しますよね、はい、薬局でもらってねと、はい、もう一つ言う言葉が必ずあって、はい、寝具をきれいにしといてねってこと言うんですよね。ところが人々は寝具をきれいにする方法なんてわからないじゃないですか。敷きに叩いたりとか、そうですね、でもほこりまた舞い散るようないろいろあるわけですよね、はい、そこで今やっぱり布団洗いしかないだろうというところで、はい、そこもまあ天候とつなげて、はい、あの布団洗いのニーズ、まあ、潜在的に需要をこう引き出しているような取り組みもさせていただいてますね。実際店舗に行くとあれですよね、はい、この布団巻きってこうやるんだよっていうのを、そうですね、サンプルですとか、サンプルがありますよね、はい、特にそのお布団の中でも掛け布団敷布団あると思うんですが、はい、敷布団がほぼ全く洗われてこなかったはずなんですよ、うん、洗ったことないですもん。大体沖縄の県の人口140万人以上いますけれども、はい、敷布団の枚数僕の資産で100万枚ぐらいあると思ってるんですよ、はい、100万枚。まずはこの100万枚の敷布団を洗濯物の中で最も汚れてるものと言われてますので、はいはいはい、これを1回でもこう洗っていただくために、要は敷布団の中で普通に入れられるものとそうでないものっていうのがあるんですよ、はい、要は型が崩れてしまうタイプって非常に多くてですね、はいはいはい、洗ったつもりが壊れてしまうという現象を防ぐために、この布団巻きというですね、はい、特殊なバンドを開発しまして店内でそういうディスプレイを置かせていただいて、うんうん、こういう風に巻いてくださいねっていう話を提案させていただいてますね、はい、分からないときはあのクルーの方、ね、そうですね、クルーの方新店舗に関しては9時から4時までは常駐で対応してますし、はい、ありがたい、既存店舗に関してもしっかりとサポートダイヤル用意させていただいて監視カメラと通じてですね、はい、はい、ご案内させていただいて、もうまさにコインランドリーの域を超えてますよね。
すごい、はい、さっき、まあ、打ち合わせの時にも話させていただいたんですけども、はい、やっぱり、ね、ジローさん の, 働き方改革、はいはい、まあ最近政権よりかもいい改革をされてるそれはいいかどうかあれですけど、沖縄の県中では割と特殊な、はい、動きをさせていただいてるかなと思ってますね。そうですね、はい、まあ、お子さんを連れてでも、そうですね、はい、自分はママクルーと呼んでるんですけれども、はい、まあ、ママに限らずなんですが、今、全店舗でですね、沖縄だけで30名ほど、はい、クルーの方をお手伝いいただいてまして、基本的には、まあ、お子様連れ OK、うん、ダブルワーク OK、 あとは好きな時間に働けるっていうところ、はい、例えば、買い物のついでの1時間だけ働きたいとか、コインランドリー使うついでの1時間だけ働きたいって人もいれば、本当にまあ朝からこう5時まで働きたいという方、はい、いろんな方にの雇用に対応できるような、労働体制、勤務体制を聞かせていただいてますね。すごい、1時間だけでもいいってね、なかなか見つからないですよね。特にですね、お子様生まれたてのママとかは働きたくて、例えばお子さんが寝てる間とか、はいはい、親に預けてる間だけちょっと働きたいとか、うん、でも正社員だと働けないじゃないですか、うん、そういう都合のいい働き、はいはい、でそこがうちは今どんどん店舗を増やしながら、例えば、3時間空いた人にはここの店舗とここの店舗を掃除行ってねとか、うん、接客に行ってくださいねとかっていうこのシフト管理をですね細かくさせていただいてるので、はいはい、割とそのママの間では少しずつ話題になってきまして、まあ、求人に関しては非常にですけど、ね、困っ求人サイトに出したことがないっていうですね、すごい、はい、していただいてますね。ここまで人手不足なのに ね、すごい、ここにも布団巻きの二郎 の, 勢いを感じますね、うん、やっぱりですね、なぜ普通の会社やっぱり、なんていうんですかね、雇えないと思うんですよ。ママの方って例えばお子さんが突然熱出しちゃったとか、はいはい、病院行ったりとか突然休んだりするじゃないですか、はいはい、でも基本的にそういう方ばかりですので、はい、やっぱりカバーできる体制をしっかり作ってあげて安心させてあげればですね、すごく意欲的に働いてくれるというところで好循環ですね、はい、作っているところですね、はい、分かりました。で今回ですね、第3回コインランドリー店アワード2018ですね、最優秀賞も受賞した布団巻きの二郎さんなんですけれども、はい、マトバ TV ですね、この皆さん最後に夢をお伺いさせていただいているんですけれども、はい、二郎さんの夢を教えていただけないでしょうか。はい、はい、沖縄県でですね2年半前に、1号店糸満店を作ってから、はい、布団洗いという切り口でですね、お客様に喜ばれ、これはもう全国的にもですね絶対通用するビジネスになると、はい、沖縄県初の企業として全国展開企業としてやっぱりナンバーを取っていきたいという気持ちが一つ、そしてこのお布団洗いって人生のこう睡眠時間で3分の1を過ごすわけですので、はい、うん、この睡眠環境の正しい姿、うん、寝具環境の正しいやり方っていうのを提案できるような、会社になっていきたい、こういうところを考えてます、はい、ありがとうございます、はい、我々マトバ TV も布団巻きの二郎さんの今後の、ね、ご活躍を応援していきたいと思います、はい、ありがとうございます。では今回のゲストさんは布団巻きの二郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売上に変えるブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。マトバ TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。また次回もお会いしましょう。ではいつもの締めていきたいと思います、はい、マットバイバイってやつがあるので、せーので、マットバイバイ、バイバイ。マトバ TV。